います。それでは田澤くんです、どうぞ。毎度よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何しに来たんですか。はい何しに来たんですか。何しに来たんじゃないです。あのもうライブの終わった直後ということで、はい、リモートフラワーの直後、はい、終わっております。はい、どうでしたか今日のライブは。そうですね、なんか2回目ということもあって、はい、割とゆるりとできるかなと思いきや、うんうん、新しくラインナップあったんですけど、はいはい、ありましたね。だからそれもあって、割とこうなんか新鮮にできましたね。うんうん、そうだね、うん、本当に新鮮味はありましたね。伊藤さんどうだったんですか。いや僕もやっぱり新しい曲が入ることによって、まあ過去曲もあったけど、過去曲もアレンジ変えたりもしたし、はい、そうなんです、そうなんです。なんか全体、あとまあそのいつものやつもあった、安心感というか、うん、そういうのもあったし、うん、ちょうどいいバランスできたんじゃないか。ね、なんかいいライブだった気がするんですけど、うんうん、思います。皆さんどうでしたか ね、もう見ていただいてると思いますが、はい、はい、楽しかったですね。楽しかったですね、うん、やっぱり楽しかったです、ね、うん、あのクーラーの話良かったね。クーラーの話うちが欠陥住宅の話。欠陥住宅のそれが痛かったんだ。いやなんか、うん、クーラーだけじゃないんですよ実は。あ、そうなの。もう入居したその時からとんでもねえ欠陥が始まってて。本当に。いやなんかね、クローゼットのこうドアが、はいはいはい、なんて言ったらいいんですかね、こう言葉じゃすごくうまく説明できないんですけど、うん、この横にスライドすると折りたたまって開くスタイル、分かりますか。分かります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 。2枚の板がこう山形になって折りたたまって、うん、うちもそれ、そうそれ、うん、途中までしか開かなくて、どういうことだ。で途中までしか開かないんですけど、開かないっていうのは止まっちゃうんですよ。閉まってる状態から途中までしか開かない。スライドが途中でこうならないってこと。はい、おお、なんかに突っかかって止まっちゃう。はい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 。で業者呼んで、うん、原因追求したら、うん、フローリングの板が1センチ長い、うん、故に下のレールが曲がってしまってると。そんなことある。とんでもない。そんなことある。欠陥者だよね。もう最初からってことですか。最初からです。もうだからじゃあ前に住んでた人はもうそういうものとして。いや多分その管理会社および家主さんが、はいはい、委託している業者が多分良くないんですよ。不真面目なんです。ちょっとリフォームをした時に。そうですね。だから前の、ね、借り主が出て行った後、多分現状復帰とかするじゃないですか、うん、賃貸だと。はいはい、します。多分ね、その業者がやっぱり本当にいい仕事しない業者だと思います。ダメですね。結構ね、ところどころに、ここ壁紙変わってないやんとかね。ああ、そうなん。はい。ああ。そうなんですよ。だからもうすごくいっぱい写真撮って。ああなるほどなるほど。最初に撮った方がいいよね。そうです。もう本当に多分ね80箇所ぐらい、うん、これ元からですよってやりました。もう後で揉めたくないから。あ、それはすごくね、はい、大事かも。あ、めっちゃ疲れました本当に。そうなんや。だから家が欲しいです。家が欲しいから。家欲しいってだいぶリアルだよ。買いたいとか賃貸だ。家が持ち家だ。なんかすごいプライベートの話だし。いやでも結構迷うというか、なんかもそれこそ家持つリスクだってあるわけじゃないですか、きっと。きっとありますよね。持ち家は持ち家の、賃貸は賃貸の。だからまあ隣の芝生は青く見えるみたいなことなんですかね。まあそれはありますよね。それは確かに。でもまあたまちょっとついてないね、そこ。そうなんですよ。ああ、なるほどなるほど。次引っ越した時は、はい、なんかそういうストレスのないない、ね、お家に住みたいですね。しっかり調べて、はい、ね、そうやって経験していくわけですから、はい、頑張っていきたいと思いますので。いや、もう頑張ってください。よろしくお願いしますね。何の話ですか。